世で一番似合うのは多分君だと思う。よく誘えた、泣きそうだ。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は、綿菓子になりたい僕に言う。楽しいねって、僕はうなずくだけで、気の利いた言葉も出てきやしない。君の隣歩くことに慣れてない自分が恥ずかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで口ずさんだ歌にもたまに目が合うことも、深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて会いたくてもどかしくて、したらいいんだろう。横にいるだけじゃダメなんだ。もう君の気を引けるあたりなんて、遠く底をついて残されてることだわ。もうわかってるけど、思いが溢れたらどうやって、どんな気にかけタイミングで手を繋いだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手を、どんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいい。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君に、綿菓子になりたい僕は言う。楽しいねって。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。